はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。商品はたくさん売れたからいいわけでもなく、高く売れたからいいとも限らない。あくまでも毎月の合計の利益額がいくらになるか、最大値を求める必要がある。その話の補足になります。前回に引き続きものすごく重要な動画になります。ネット物販はどちらが正解でどちらが間違いというものではなく、両方正解だけれども、その中で今はどの選択肢が自分にとって最適解かを見極める必要があるからです。その見極めを行うために、前回の動画と合わせて今回お話しする内容もぜひ腹に落としておいていただければ幸いです。重要なポイント2点あります。1点目、たくさん売るということは、当然仕入れもたくさん行わなければいけないものの、レビューをもらうという観点で見てみると、あながち悪い選択肢ではないこともあるということ。2点目、ただしたくさん売った場合、リピート率が低い商品は寿命が短くなる可能性があるということ。この2点について順を追って説明させていただきます。まず前回のおさらいも兼ねて少しお話しさせていただくと、商品を10ドルで売ってで月に80個売れました。商品を30ドルで売って月に15個売れました。この2つのケースで毎月の利益額がほぼ同じだった場合、高く少し売った方が仕入れコストが当然抑えられるので、資金繰りが悪化しづらいという話をしたものの、実は安くたくさん売るメリットも少なからずあります。というのも、商品を初めて販売して一番最初のステップは売れるということですが、売れ始めた後、次の目標は商品にレビューを書いていただくというものだからです。その商品が売れているかどうかって、レビューがなければお客様はわからないわけなんですよ。もちろんランキングは売れれば徐々に上がっていくものの、パッと見その商品が人気ありそうだなってお客様が判断するのは、レビューがついてるか否か、もしくはレビューの数だったりします。よってなるべく早くレビューをもらいたいのであれば、10ドルで売っても30ドルで売っても同じくらいの利益額なのであれば、たくさん売れた方がレビューが早くたくさんつく可能性も当然上がります。アメリカアマゾンのお客様は積極的にレビューを書いてくださる方が多いので、例えば20人に1人レビューを書いてくださるとすると、商品が15個売れただけでは1人もレビューを書いてくれない可能性が高いです。一方、1ヶ月で80個売れれば、少なくとも最大4個レビューを書いてもらえる可能性があるというわけです。よってセラーの利益額を考えると、どちらで売っても同じという場合であっても、そしてたくさん売った方が仕入れコストも負担になるので、ついつい高く少し売ることばかりに目が行きがちですが、安くたくさん売ってなるはやでレビューをたくさんもらうという戦略も十分にあり得ます。2つ目、レビューをもらうために安くたくさん売ろうかなと思った際に、もう一つ勘案すべき点があります。それは商品のリピート率なんです。リピート率というのは、簡単に言えば、一人のお客様が何回同じ商品を買う可能性があるかということです。例えば日常的に使う靴下やパンツは、一度購入して着つぶしたら履きつぶしたら、もう一度同じ商品を購入する可能性ありますよね。私はユニクロの下着を使っているんですが、毎回ユニクロで下着を買います。皆さんも靴下や下着類を一度ここから買うと決めたら、何回も繰り返し買うということがあると思います。そういった商品はたくさん売ったとしても、また一定期間後同じ人が同じ商品を買ってくださいますので、一言で言えば寿命の長い商品になり得ます。他にも使い捨て関係の商品ですね、例えばサランラップだとかゴミ袋は、使っては捨て、使っては捨て、なくなったら買う、一人の人が何回も購入しますので、リピート率が高いと言えます。一方、リピート率が低い商品とは何かというと、例えば特別な日に1回だけ
着るようなもの、わかりやすい話すれば、ハロウィンやクリスマスのコスチュームですね。一回着た人が翌年も全く同じコスチュームを買うかというと、甚だ疑問です。同様に、パーティーのドレスのような特別な日にしか着ない洋服については、もちろん何回も着ることはトータルであるかもしれませんが、何せ着る頻度自体が少ないので、毎年毎年買い替えるということはなかなかしづらい商品です。そういったリピート率の低い商品の場合、たくさん売ると初めは売れるんだけれども、それなりに欲しい人が買い切ってしまうと、また買ってくださることはなくなるので、寿命が比較的短い商品になり得ます。よって、そもそも商品リサーチ段階の話に帰結してしまうんですが、特にたくさん売ってレビューをどんどん増やしていこうという商品を選ぶ際は、リピート率にも着目していただくことが大切で、言うてもアメリカアマゾンの市場規模は日本の10倍と言われていて、日本と異なり老若男女の顧客層の方がいらっしゃいますので、日本ほどはシビアに考える必要はない。極端な言い方すればどっかの誰かが買ってくれる商品が多いわけですが、そして寿命が短いと言っても1年2年で売れなくなるというものではなく、あくまでも3年とか5年、場合によっては10年スパンの話をしているので、その間に新たな商品を買い付けて徐々に展開していけばいいだけの話といえばそれまでなのですが、前半の動画で特にお話ししたように、利益額×回転数プラス今回お話しした一人の人が何回購入するかというリピート率、リピート購入率についても商品リサーチを行う際や商品の販売価格を決める際に常に頭の片隅に入れておく必要はございます。最後までご清聴くださりありがとうございます。